笑うドネスグランプリ2022、いよいよ決勝。審査基準は笑いの量以上。 AI で笑いの量を測定する審査員不在の少量測定型 AI 賞レース。よく審査員の方が言うね、いやー最後もうひとひねり完成ないってことでしょ、受ければいいんでしょ。賞レース王者やファイナリストも参戦。優勝は誰だ。7月17日夜9時決勝。